伊達、北海道出身の高卒左腕、甲子園準優勝ピッチャー、甲子園決勝で毛塚と投手戦を繰り広げた。技術の面では毛塚に勝る、あと名字のかっこよさも勝る。荒谷、栃木県出身の高卒右腕、球の威力は1級品、コントロールは3級品。やっぱりプロはコントロールだと感じさせてくれる選手。奪三振王が夢。梶本、富山県出身の大卒右腕、155キロを超えるストレートとそこそこのスライダーが武器。抑えそうな雰囲気はあるが、あまり抑えてはくれない。こんばんは、神回です。ピッチャーをちょっと見てましたらね、大原くんが7月1日で10勝1敗という成績を残してですね、もう完全にもう神回ですね、これがね、いわゆる神回です。さあ、先発陣はまあ安定して割とまあ2桁勝利もう1人挙げちゃったっていうのと、あと森永さんがやっぱりね安定しますね。8勝2敗完全に左のエースといった感じでしょうか。で中継ぎはまあね、あんまり安定してないはしてないんですけれども、アイテムを使ってちょっとドーピングしていこうかなと思います。さあ、ドーピングしよう。ねいろいろなんか多分使えるんだよな。長男、お、球速1、 OKさあ、池沼コントロール10上がるぞ。あ、9上がるのか。いいね。はい。どうだ。いいね。急に中継ぎで頼れる人間だった。追い沼って言うんですけどね、本当は。早野も1個使えるね。球速1。早野も先発としてまあ、9大点ぐらいの活躍はしてるもんな。あとは、特にいないのか。年だかまだ。やっぱあれだね、ドラフトの順位順にどんどん分かっていくね。うん。で、伊賀。伊賀もなんか出してあげたいな。伊賀はなんかいいよな。で、今年の人間はなんか特筆すべきない人間が。てか、あれか、大物ルーキー投手って平均的に能力上がるから、やっぱり、あ、こいつ特色ねえなってなっちゃうんだろうな。しょぼいんだったらまだいいけど、特色ねえなってなっちゃうんだよな。さあ、4号です。お金は足りるんでしょうか。 GO。 よし、ホズミ、そろそろ、よし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 。ああ、そう、年で判明。スタミナ練習が切れたか。3ゲーム差の2。うん、いいね。さあ、ほんで年で判明か。ホズミ判明。ああ、まあまあまあ、いいじゃない。うん、両成敗でいいじゃない。中継ぎで使ってみようか、一回。縄さんを一回下げてみよう。ホズミ、トシダいいね。トシダいいね。スタミナ C はいいね。あ、小野沢がちょっと絶対的抑えになってきたな。多分5勝はこれでも、どうなんだろう。一回追いつかれたりしてんのかな。トシダを一回上げるか。誰にしようかな。別に先発あれだな。先発あれだな、別に大丈夫だな。でも、年田をちょっと使いたいな。一回こうするか。OK。で、野手は？うん。まあ、野手も別に、まあ、門馬さんがちょっと打撃が覚醒してくれたのがありがたいぐらいかな。対左 B になってる。やったね。技師って感じがするね。あ、いいね。完璧だね。完璧だね、この2人は毎回。65打点。アベレージヒッターつけると本当にホームラン数が減るのかな。水村さんももうね、ザ・5番って感じが。いや、塩谷がいいね。塩谷のこの3割残してるのいいな。いや、いいね。ちなみに大原は今どんくらいなんだ ?3 割4分。32打点、2盗塁。いいね。つなぎの4番としては完璧だ。さあ、アイテム買ったのか。進むか。オールスターですな。オールスターはどうしようかな。別に見なくてもいいんだよな。関係ねえし。ああ、くそ。ああ、くそ。水村スランプ。4ゲーム差。まあ、4ゲーム差なら全然ひっくり返せるんでね。阪神は新井さん、そんな欲しい？熊谷もらえんの？熊谷もらえんだったら。いや、でも、新井さんいねえとな。いろいろ教えらんないんだよな。広角打法が教えらんないのが痛いわ。そうだね。
そろそろ練習も見なきゃな。そう、新井さんの広角打法をここで中園に覚えさせればもう完璧なんだよ。タイパワー B になった。いいね。両打ちの長距離砲なんてね、いないからね。そして、伊賀もオール D になったな。なんだこのモブ臭のする感じ。伊賀のモブ臭何なんだろうな。完全にモブだもんな。まあまあいいけど。うわ、でもマジで伸びねえな。なんで一丁前にもう守備伸びねえんだよ。なんで一丁前に守備もう伸びねえんだよ。意味わかんねえだろ。あ、青木さんの能力を教えらんでる。ってなると、ハスルマに教えたいな。初級丸はいいや、とりあえず。青木さんのなんか能力。積極盗塁とか多分いいだろうな。そうだね、積極盗塁は覚えさせとこう。多分盗塁数が激増する。S99 だから多分盗塁の能力なくても多分いけると思うんだ。思うんだ。オールスターファン投票。いいね。大原森永。いいね。まあ中継ぎあたりはね。中井が2位か。井出も2位。ファーストで2位なんだ。セカンドはまあ固定できないんで、うちね。あ、門馬さんがいない。蓮沼1位。中園。あ、ちょっと悔しい結果となってきましたね。個人タイトル。あ、3割6分森。うわぁ。あ、蓮沼が頑張ってんな。千賀すごいな。投手4冠取る勢いじゃん。あ、中平くんか。その中平くんがすごいんだ。あ、え、意外と荒谷が一番防御率いいんだ。まあ、勝利数で言うと大原が一番、うちでは稼いでるのかな。で、ホールドポイント33。ああ、お、すごい。田中が、すごいな。45登板。しかし、この中平のこの技巧派、左腕感もなかなかすごいよ。6敗してるけど、回もまたげる、そして表情も変えない、3球種を操るコントロールのいいピッチャーって、なかなか技巧派左腕じゃない。しかも3クォーターっていう。かっこいいよね。森永さん三冠風してるんだ。よし。じゃあまあ、オールスターは見ないものとして、オールスターはなかったものとします。はいはい。はい。OK。OK。ああ。蓮沼スランプ。そんなバカな。あの天才にスランプなんかあるわけないだろ。中園、中井。さあ、5500から一向に増えませんな。飛ばしましょう。8月。門馬。うん。水村スランプ脱出。勝ってるね。あー、でも5ゲーム差か。詰めれないことはないゲーム差だな、でも。浅村、ブキャナン、山川、千賀、おめでとう。さあ、3日が、ここか。15日に勝っちゃいけないのね。OK。さあ、アイテムは、増えてる。3000ポイント増えてる。ラッキー。塩谷。間違いない。中園、門馬。これ間違いない。これ間違いなく増える。7人は増えんべ、これ。いけ。いけけ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 ビッケツのチームから2連敗はきつい。6ゲーム差か。ギリひっくり返せるぐらいだな。正直めっちゃ増えた。え、何これ。お金超増えたんですけど。中井。森永。ぐらいにしとこう。お金めっちゃ増えた。超嬉しい。嬉しいっす。ここまで。ほい。ああ。よしよし。よしよし。よしよし、中園が怪我した。まずい。中園が怪我したぞ。でも勝ってるな。うん。大原は12勝4敗。無敵だな。無敵艦隊だな。無敵艦隊ではないな。無敵艦隊ではない。戦艦じゃないからね。年田もうちょい活躍すると思うんだよな。小泉がいいね。うん。うん、まあまあまあ。いやまあ、小野沢が思いのか頑張ってるから。やっぱ小野沢の頑張りが一番いいから。中園の気が痛いね。うん。いや、塩谷が頑張ってんな。塩谷が頑張りすぎてるぐらい頑張ってるもんな。
ちょっと正直引いてるもんな。そんな頑張んなくてもって思ってる自分がいるもんね。そこまで塩谷に期待しなかったのに何が彼を操作したんだろう。ちょっと気を変えてみるか。変えてみよう。うん、スタゲンスタゲン勝利投手。いや調子次第でいいんじゃないか。みんな接戦時に投げたがってるな。そんな接戦時に投げたがるかいみんな左殺しのやついねえんかな誰か。あー左殺しいねえな。じゃあ縦に行かせるか。対左のワンポイントで池沼にビハインドで任せよう。守護神 OK。 はい、ほんで、いやちょっと代打丸が嘘だろってぐらい打ってねえな。これだったらまだ溝口の方が代打として、ルーキーに代打での切り札任せるってどういうチームだよ。ああ、もう5番塩谷でもいいんじゃないか、これ。でもいいぐらいだな。門間がすげえな。門間さんの活躍面白いな。てか、塩谷すげえな。塩谷みるみるうちに評価上げてったな。やべえな、ちょっと塩谷の評価がどんどん上がっていくな。みるみるうちに俺の中で塩谷の評価が上がっていくもん。ありがてえな。大原、森永。中入れも買ってみるか。みるみるうちに上がってったな。あっという間に5番まで登り詰めたもんな。さあ、ここでアイテム買うかどうかだな。よしよし。勝ってるね。勝ってるね。ただ8ゲーム差か。さあ、8ゲーム差をどう詰めるか。一応買っといてみるか。シャークスメガホンはチームの状況を良くするために買おう。ちょっと熱いとこぐらいまで飛ばすか。ここぐらいまで飛ばそう。多分熱いべ。新井が乗り乗りになった。ここでか。うわ、やべえ、ホークス2連敗。ああ、やばいやばい。やばいやばい。ああ、もう無理だ。マジックは減らせない。ここまで行こう。クライマックスシリーズ行こう。しかし、順位上げて2位ですな。よしよし。水村怪我した。いや、ちょっとホークスは強いけど、ホークスは強い。ああ、塩谷が怪我した。さあ、なかなかいいとこまでは来たんじゃないか。じゃあ、クライマックスシリーズ行くか。クライマックスシリーズ次第ですな。今年1年の成績を見てみるか。クライマックスシリーズ編はなかなか熱いよ。クライマックスシリーズが一番熱いっていう説あるからね。さあ、じゃあ成績を見てみよう。まずうち4位から上がってんな。2位に最初もんだ。でも意外と評価低いんだな。打撃10位、走塁9位、投手8位、守備7位。選手が少ないからかな、かもしんないな。防御率、あら、荒谷が1位なんだ。7勝7敗。毛塚も10勝10敗。あ、門倉じゃん。で、森永が13勝6敗、エースだね。あ、でも大原の14勝が1位なんだ。規定に乗ってないんだな。いや、小野沢が頑張ったね。いや、でもまさかここで小野沢という守護神が見つかるとは思わなかった。うん。中平さん。あ、46ホールド。8敗。すごいね。ちゃんと投げて負けてるね。登板数も59登板。圧巻ですわ。4完封。すごいね。まあ、森永がやっぱ一番、ちょっと俺の中ではエースっぽいね。奪三振とかの強さも。おっと、大原が規定に乗ったな。大原規定打席到達したけど、これ首位打者あるんじゃねえか ?3 割が、ああ、塩谷が惜しかったな。うわ、惜しいな、塩谷。でも新人王仕掛かるから、これ新人王取れんじゃない。うわ、3割届かせてあげたかったな。門馬さんも活躍したな。13本75打点って、だいぶよ。井出くんもいいね。うん。さあ、206安打、蓮沼。すごいね。右バッターですからね、彼は。マートンと同じくらいやってる。三塁打も12本打ってますからね。大したもんですよ。
水村の22本が本。あ、でも得点圏打率やっぱ。あ、大原すごいな。大原すげえな、やっぱり。あ、井出くんもいいんだね。蓮沼もいいんだ。あ、まあ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 。100打点達成したな、また。すげえな。はいはい。で、併殺12個。まあ、この2人はしょうがないな。右バッターだし。盗塁20個。うん、いいね。門馬さんも9個やってんだね。猛打賞21回。すごいね。うん。で、守備は？まあ、エラーはね、しょうがないよ。これ、門馬さんも今年危ないんじゃないか。18個。なかなかエラーしてるぞ。門馬さん今年ゴールデングラブいけるかな？ちょっと無理じゃないか。あ、盗塁阻止率はやっぱあんまないんだな。そう。見てみるか？見てみなくてもいいんだけど、別に。うん。まあ、この辺は勝てないかな。あ、でも2位なんだ、勝利数。すごいな。はい。お、首位出しとったんじゃないか、これ。大原首位出しとった。すげえ。あ、ま、本塁打数はね、さすがにね。打点もさすがにそうか。盗塁数はいかないかな。無理か？無理か。すごいな。首位打者取っちゃったな。二刀流、この人14勝してんのにな。首位打者取っちゃった。さあ、そんな首位打者を取った、首位打者を取った大原を見てみますか。ちょっと大原の打席を見たい。4番で首位打者ってかっこいいね。交流戦も2位で、成績も2位か。さあ、セカンド大峰の調子が悪いね。ちゃったら高浜。うん、これでいこう。よし、1戦目勝ちたいですね。やっぱエース森永で勝てないってなるとちょっときついからね。森永では勝ちたいですね。大原でも勝てるからね、言ってもね。言っても大原でも勝てるんでね。まあ、どっちにしても。でも、ライオンズ、あ、そうか、ホークスが1位か。そうか、そうか。関東の剛速球。関東の剛速球です。ありがとうございます。さあ、大原、強振してるな。大丈夫か？おお、いい、いいね。おっと、これがヒットにはならないな。ちょっとらしくなかったな、今。強振しちゃったもんな。しかし、2点先制してる。4番大原。東海のドクター系。4番大原、かっこ首位打者。うん、いいね。2本65打点って、本当に安打で稼いでたんだ感じがするよね。すげえな。こいつ14勝してんだぜ。14勝した首位打者4番。やばい。まずいね。あー、打ち上げちゃった。2点リードかい。むずい。うわー、ダメだな。しかし大原は至って落ち着いている。大原は至って落ち着いているぞ。うん、球が見えている大原は。さすが首位打者。ああ、なかなか。ああ、くそ。いやー、外崎にやられたな。クライマックスシリーズ初戦を落としてしまったか。うん、あ、でも高浜がソロ打ってる。ソロだ、ソロばっかだな。さあ、1戦目は負け申した。うわー、池沼、池沼がやられた。チェン。さあ、1戦目負けました。あと2戦目勝たないと、クライマックスシリーズというか日本シリーズできません。じゃあ今回はこの辺で終わります。それじゃあまた次回お楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。